はいどうも、徳良健です。今日はなんとあの数々のヒット本を売りまくっている、で自身も死ぬこと以外かすり傷とい う、 もう大ベストセラーを出した箕輪さんに来てもらってます。お楽しみに。はい、それでは今回は箕輪さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。いやもう先ほどまであのサッカーナイトというイベントを出させてもらって、いろいろこのまあコロナ、今サッカーがない中で今の、まあ、サッカーの現状だったり、まあ、今後そことどう向き合っていくかみたいな話を、まあ、2時間ぐらいいろんな方とさせてもらった中で、はい、今こう興奮冷めやらぬ中で、その後に箕輪さんに時間もらってちょっと来てもらってるんですけど、いやまあちょっと聞きたいことがありすぎて迷ってるんですけど、箕輪さんあの前もあのお話僕させてもらった時に、はい、サッカー選手のあり方として、うん、こう本業と副業、これから の、 あのアスリートの形っていうのが、例えば本業がサッカーがこうプロモーションになって、他の部分でこうマネタイズ、それこそ今回こうコロナの影響でやはりチームもどんどん厳しくなる中で、やっぱり個人がしっかりマネタイズする仕組みをこう整えることがすごく大事なんじゃないかっていう部分で、その本業と副業で本業をプロモーションにしてっていうお話が僕はすごく斬新というか、今までやはりそういう教えというか発信してくれる方がいなかったので、うん、はいはい、なんかそこについてこう今箕輪さんも実際ワン東京でこうサッカーの選手と絡む中で、何かその箕輪さんがそういう身近に感じているサッカー選手を、まあ、例にしながら何かこうできる方法、何かあったらアドバイス欲しいなと思ってるんですけど、あそれで言うとなんかこういうのって、はい、あの自分の主観とか市場を挟むと、うんうん、世の中って正しく分析できないなと思ってて、はいはいはい、あの全ての業界ってこうなってるよねっていうすごいドライな感じで考えると、うん、スポーツ界も絶対こうなるよねっていう話で、あらゆる業界がやっぱり会社とか所属先より個人の方が強くなってることが起きているので、多分スポーツ界もあの浦和レッズより浦和レッズのフォワードの方が影響力を増すだろうなっていうのがあって、うん、まあもう半分っていうか昔から起きてるけど、収入的にもチームからもらう年俸よりも個人で SNS で稼いでしまう年俸の方が増えるっていうのが、まあ他の業界で起きてるから多分スポーツ界でも起きるよなって思うっていうのが一個ありますっていうので、はい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 、多分それこそクリスチャーノ・ロナウドのインスタワンとこ 何十億円みたいな年俸より超えてんじゃんみたいな、で、すごい象徴的なことで、じゃあクリスチャーノ・ロナウドはインスタグラマーになればいいかって言ったら違くて、やっぱ彼は本業で圧倒的な結果を出してるからそこの価値が出るから、そこはやっぱ本業が大事なのは間違いないけれども、うん、やっぱり個人とメディアが全くマネジメントとかチームとかを介さずにつながってもいい時代になってしまったから、うんうんうん、やっぱそこは一選手としては利用した方がいいですよねって感じですよね、うん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 、そういう意味において今どういう人が強いかっていうと、うん、やっぱ僕さっきもサッカーナイトで話したんだけど、格闘家の朝倉未来とかやっぱ分かりやすいなと思って、うんうんうん、格闘家だから街のヤンキーと喧嘩してみたみたいな、僕も見たことありますですよね、やっぱ見ちゃうなって思うっていう、はい、それはじゃあサッカー選手だったら何なんだっていう、うんうん、なんかサッカー選手の
力を今に本あの、うん、日常に翻訳してやっぱサッカー選手ってすげえって思わせる、まあ、昔だったらバラエティが担ってた役割をみんながやるってことだと思うんですけど、うんうんうん、はいはいはい、まあ、そういうのを個人がやるようになるんじゃないかなって気はしますね。なるほどね、うん、でも確かにその話で言うと僕もその YouTube でたまたま朝倉さんの見て格闘家っていうのを知ったので、まあ言ったら本当まさにそういうことですよね、うん、まさにまさにこいつすげえみたいな、うん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 、あれ結構格闘界ってそういった方多いじゃないですか。はい、あれってサッカーほどとその本業でいただける報酬が少ないからそういうなんだろう意識こうどうやってそのマネタイズしなきゃいけないっていう方法を考えてるんですかね。その青木さんとかともお話ししたりするじゃないですか。あ、そうですね、まさにおっしゃる通りで、あの、はい、業界が不安定っていうのはめちゃめちゃあると思いますね。まあやっぱそれはあるんですね。うん、あのいつ自分の所属団体がなくなるかわからない、うんうんうん、あの何も信用できないっていうのがベースにあるんで、やっぱ個人個人のサバイバル能力とか、まあない人はめちゃめちゃないですけど、うんうん、青木真也とか朝倉さんはサバイバル能力でやってるのか分かんないですけど、自分で食っていかなきゃいかない、いけないっていう精神はありますよね。なるほどね、うんうん、それで言うと本当まさに今コロナでそうサッカーをプレーできないサッカー選手の価値っていう部分がすごい問われてると思うので、うんうん、そういった活動がめっちゃ参考になるんですけど、この間たまたま一昨日ぐらいにあの武井さん、それこそワントークの監督、うんうんうん、武井さんともちょっと YouTube 対談させて、監督です、はい、させてもらった時にこうアスリートがやっぱりこう人間形成する上でこうやっぱり若い頃にこうできることとよくまあ得意こう知ってる自分が知ってることが掛け合わさって、まあ僕だったらサッカーが人より長けてたからそれを評価されて、で今プロになってお金もらってるっていう、まあアスリートになった人たちとほとんどそういう成功体験で人生あの人間設計されてると思うんですけど、でそうなった時にアスリートが意外と時間あるのに全然こう他のこと動いたりしない人がマジで多いんですよ。でそれについて武井さんが言ってたのが、そのできないことと知らないことがこう目の前に来るとそれはなんかつまらないことって認識しちゃうと、なんかだからそこを突破できるかできないかの差なのかなってすごくこの間武井さんと話して、で僕の場合はもともといろいろ興味があったりとか好きだったらやってみようみたいなスタートだったんですけど、例えば箕輪さんもこういろいろ編集者がいる中でこう何がその人と差を分けたのかなっていうのは感じてます。やっぱりなんだろうな、編集者っていうことにもともと興味がなかったっていうのはありますよね。なんか別に編集者になりたかったってよりも自分が面白いと思ってることをやって人が面白いと思ってくれたらいいなと思ってた。あ、そうなんだ。もっと抽象的だったっていうか、編集者として本出して何部売れたら嬉しいっていうことよりも自分が楽しいって思うことを追求して誰かがああそれ面白いよねって言ってくれれば幸せだったっていうものが根っこにあるから、いくらでもやりたいことがあるっていうのはありますよね。なんかだからそんなサラリーマンみたいに淡々と同じような本出してるのは無理ですよね、逆に言うと。うん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 、ちょっと最後にどうしてもちょっと聞きたい質問、まあこれ僕なんか出会った方とかいろいろ、まあ、僕自身が本当に自分のキャリア振り返ったら、うん、もう本当失敗の連続で、まあ、うまくいかないことの方が多いぐらいだったんですけど、でこう、うまくいかない時にその次うまくいかなかった後にすごく成長して、まあ、こういう曲線で振り返ってみたら結局そうなんですよ。で箕輪さん自身その失敗だとか、まあ、うまくいかないことがあった場合それとどう向き合って自分の成長につなげているのかなっていうのはすごく、でもそれで言うとやっぱ自分でそこまで正しくは認識してないですけど、うん、基本ベースはうまくいってないですけどね。なんか、うん、そんなへこんじゃいない、全くへこんでないですけど常に反省しかなくて、
でもそれって別に精神的には落ち込むっていうよりも、あ、じゃあ次こうした方がいいかなみたいな材料になるみたいな感じでやっている。むしろ反省も何もないものは、逆に何の刺激もないから失敗っていう概念がないんですよね。単純なめちゃめちゃでっかい失敗だったら、うん、それは本当に自分の人生においての最高のブランドだし、こんな失敗したんだぜみたいな、ちっちゃい失敗は単純に自分の成功の元だし、だから失敗って基本デフォルトっていうかベースですよね。なるほどね。ていうか失敗以外ありえないっていうか、要は成功するってまあなかないですけど、基本的になんとなく頑張って成功するってことって、そもそも目標値が低かったんじゃねって感じ。なるほど。だって大体失敗するっしょみたいな、例えばさっきのサッカーナイトも、何これ、始まった瞬間そのやってくれた人も、これ俺資金だっけみたいなメッセージ送ってあ、お願いしますとか言って、俺資金のかよ、知らなかったわとか思ってだけど、なんかそういうのを含めて、はい、でもまあまあ、なんかガチガチに皆さん仕切ってくださいってやるよりも、まあみんな突貫工事でやってる方が成長しただろうなみたいな、なんかだからなんかギリみんな頑張ってるぐらいが一番成長するんですよね。なるほどね。それはそれでいいんじゃないかなみたいな。なるほど、めっちゃ刺さりますね。いや、なんかそれこそサッカーで言うと、ちょっと自分たちより強いチームとやった時が一番成長するじゃないですか。はい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 。なんかそういう感じで、それが失敗っていうよりもむしろ自分たちの力を引き上げてくれたなみたいな感じだと思うんですよね。確かにそうですね。だからこっちが何の準備もしてなかったら ただ負けただけなんだけど、やっぱ自分なりの仮説っていうか、これだったら勝てるっていうのがあって打ちのめされたらやっぱ成長するんで、やっぱ自分なりに努力してるっていうのは前提だとは思いますけどね。なるほどね。いやー、この間といい今日といい、本当に長い時間マジでありがとうございます。で、最後に、はい、そう、すいません、最後にって何回も最後になってるんですけど、箕輪さん、まあ言ったら僕と今同じフィールドというか、ワン東京で今サッカー選手やられてるじゃないですか。まあライバルですよね、本当に。そうです。同じフォワードとして、はい。そうなんですよ。で、映像を見たら結構ゴリゴリ体張って、ちょっと泥臭いファイター系のストライカーだったんで。同じですか、タイプ。いや、似てました。トライなんかトライアルというか、入団テストみたいなのあったじゃないですか、はいはい、あの映像だからちょっとしか見てないですけど、あの泥臭さはちょっと似てました。同じ匂い感じました。そのサッカー選手箕輪さんはどこを目指していくんですか？まあ日本代表でしょうね。さすがっすね。やるからには間違いないっすね。なんかそれってそんな難しい話じゃなくて、毎試合必ず1点取ればありえると思ってて、だって毎試合必ず1点取るなら、こいつは絶対1点取る男だってなって、やっぱ森保さんとかも1点取る人欲しいと思うんですよね。絶対1点取るんですもんね、だって絶対1点取るの。そりゃ欲しいわ、絶対1点でしょ。相手が誰であれ1点取るとなれば、森保さんも、はい、1ベンチに入れとくかと、絶対1点取るんだもんなってなって一応ベンチに入るんじゃないですか。練習試合とかに入って途中出場で1点取ると、はい、あれこいつやっぱ1点取んなってなってで国際マッチとかでなんかあいつ一応大舞台でも試してみようっつってやっぱ1点取んなってでも2点は絶対取んないですよね。そうするとトン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 ってなって行くとこまで行くと思うんですよね。いや、見えましたね。そう、だから僕はそんな複雑なこと考えてもしょうがないんで、毎試合必ず1点取るっていう、
そこだけを意識します。いや素晴らしい、ライバル増えましたし、やっぱね日本代表で共演できたら最高ですね。あ、もう間違いなくお願いしますよ。僕にアシストしてください。裏に膨らんで抜けるんで理想的なプルアウェイする。そう、プルアウェイするんで、あのオフサイドラインから一回膨らんで、トルシエが口酸っぱく言ってた膨らんでふわっとしてシュッて走る、あの柳沢が得意としてたプレーするんでいやこれ分かる人には分かるけど、ちょっとねジェネレーションが外れると全く分かんないです。フルアウェイしますから。いや見てみたいな。僕のね強みはやっぱ疲れてきてもちゃんとあの直線的に斜めに行かないで一回プルアウェイかませてるってことです。さすがっすね、もうフォワードの鏡です。そう、あの疲れてくるとどうしても直線的になりますからね。そう、すぐそうしたらすぐオフサイドになっちゃうじゃないですか。はい、動きも読まれやすいし、一回膨らみます、うんうん、なるほど。で終盤みんなボールウォッチャーになるんで、そこ一回僕がプルアウェイして膨らんであれってなって、あの見失った時に急に斜めにあの角度つけて入れますから、入ってでちょこんって合わせます美味しいっすね。そうですよ、それでやってますか、こっちは。いやすごいね、それこそあの武井壮さんがもうなんか全員ワン東京の選手を11秒台で走らせるようにするってこの間豪語してましたよ。あの人マジ無理だろうそれででも11秒台で走れてプルアウェイできたらもう無敵っすから、ね、そうっすね。まあ武井さんはそういうところはあの主張されますけど、まあそれは従いつつも僕はもうちょっとうまさの方ですね。膨らんで最後ポンって合わせるみたいな、ゾラみたいな。いやー楽しみっす。すいません、今日は遅い時間までお付き合いいただいて。いや、もうまたいつでも呼んでください。いや、とんでもないです。またちょっとまたコロナ収まったら一緒にプルアウェイの練習させてください。確かに、ちょっと教えてください。あのグラウンドを開放してそういうなんかサッカーの企画とかもしてエンタメ要素でやっぱりぜひぜひ。皆さんプルアウェイの動きやってたら結構エンタメ要素になるので YouTube でぜひお願いします。お願いします。今日のゲストは三輪さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、ミノワさんとの話どうでしたか。いやめちゃくちゃこう刺激というか学びが今回も多かった対談になりました。まあこれからこのミノワさんとのこう気づきだったり学びを自分の行動に変えて、まあ新たなこう J リーガーのこう在り方というか新しい形を自分の中で模索していけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。